青銅鏡作りの材料ですね。まずこれルツボですね。ルツボ、銅片を細かくしたもの と、 あと鈴ですね、まあ、銅7に対して鈴3ぐらいでやってみることにします。その割合によってね、光沢のこの色がちょっと違ったりなんかするんですけど、酸化をですね、金属の酸化を防ぐために活性炭、炭素の粉末を入れます。入れておきます。では酸化下にマッフルですね。で、蓋をすることもあるんですけど、あの上からこう様子が見えなくなってしまうので、蓋をしないで、今日はあとはこれガスバーナーで加熱するだけです。かなり火を大きくして、高温状態を作るので注意が必要です。耐水ペーパーで、まあ、磨くんですけど、まあ、かなり大変な作業なので気長にやります。もちろんあの機械でね、あらかた磨いてから目の細かい、あの目の細かいパウダーで磨くことになるんですけども、まあ、紙やすりでも結構なレベルまで磨かれる感じはありますね。最終的にはこんな感じですかね。ピカールでね仕上げるんですけど、かなりの表面が出来上がる感じです。青銅鏡の、工程を紹介しました。